はい、どうも皆さんお久しぶりです。つばさぶろです。さあ、今回は見ての通りちょっとね、CG の動画じゃないんですけど、これね、知ってるかな、ツイッターやられてる方なら多分僕はリツイートしたんで、もしかしたら見られた方いるかもしれないんですけど、これね、レインボーシックスシージの人気トーナメント実施決定ってことでね、あのね、今回これ第3、よくね、第3者とかでやってる、だからまあ個人でね、個人でこういうことをやってる人をチラチラ見かけたりすることあるんですけど、今回これ、UBI ソフトジャパン、公式がね、こういうトーナメントを開催するんですよ。はい。なんかすごいなと思ってね。で、4月10日12時、明日ですね、明日の12時スタートなんですけど、こういうことがあるということをちょっとみんなにお伝えしたく、はい、今動画撮ってるんですけど、で、お伝えしたいことはトーナメントがあるってだけではありません。はい。トーナメント表ももう決まってます。こんな感じ。まずは、初期オペレーターが最初からあるのは、チームごとですね。SS、だから GIGN、とかテルミット、だから FBI スワットか。とか、で、この新キャラ系はなんか下の方でまとまってるのかな、うん、ブラックアイスと、これ何だったっけ、忘れた、ビアドーナツ。はい。で、ここで僕が何を言いたいかです。皆さん、もしね、投票、俺はこのキャラが好きだからこのキャラに投稿するって方はそのまま投稿してほしいんですけど、もしね、投票に悩んでるのならぜひモンターニュ投票ください、お願いしますってことでね、みんなモンターで頑張ると僕ツイッターでつぶやいたんですけど、はい、と言いながら IQ に入れたい気持ちはあるというのはちょっと置いといてそうね、そうだからもしね悩んでたらちょっとな、モンターニュ、せっかく僕モンターニュばっか使ってて動画でもよく出してんだからちょっと勝ってほしいなと思うわけで、もしね、投票悩んでる、皆さん悩んでるのなら、はい、その投票、モンタにいただけませんかというね、お願いの動画にな、動画でもあるんですね、これ、はい。でね、人気トーナメントって聞くと、絶対に皆さん思い浮かべるのが、タチャンカだと思うんですよ。そう、絶対。こんな感じでね、はい、僕のフレンドのミクさんという人が、はい、いや、タチャンカに決まってんじゃ当たり前でしょと言ってますがね、タチャンカのアイコンで言ってるんですけど、はい、でも今回ね、ラッキーなことに、このトーナメントを見てパッと気づかれる方いらっしゃると思います。はい、タチャンカモンターニと離れております、トーナメント。だからもし戦うとしてもここなんですね。はい、そう、このね、ま、正直ですよ、ここのブロックはタチャンカが勝ってくる確率めちゃめちゃ高いだろうなと思ってて、うん、多分みんなも多分そう思うで、タチャンカ強いもんね、あの人気はねオペレーター、うん、まあオペレーターも置いといて、はい、強いから多分ここはタチャンカ勝ち上がってくるんじゃないかと。するとこっちですよ、こっちはね正直微妙なんですよ、みんないい感じに人気ばらけるんじゃないかなと思ってね、 IQ がちょっと強そうかな、個人的には日本だとね、うん、なんだけど僕はここでモンターニュに勝ってもらって、ここでタチャンカとモンターニュが戦うところを見たいなと思って、はい、ってことでアンケートのタチャンカ VS モンターニュが開戦ですっていうね、はい、ことやってるんですけど、どうですかね皆さん、よければモンターニュに1票いただけないでしょうかというお願いの動画になります。はい、僕もちょっとモンターニュとね、タチャンカがね人気投票で戦ったら意外とモンターニュ勝つんじゃないかっていう、そう、全体でやるとばらけるけど、モンターニュかタチャンカに入れるって言われたらモンターニュ勝つんじゃないかって思ってて、で、はい、ちょっとその瞬間を見たくこの動画ちょっと出させてもらいました。はい、ってことで UBI ソフトジャパンさんのね、公式ツイッター、もしよければ皆さんもこれ見てください。はい、これ本当にこんな感じです。あ、この UBI ソフトジャパンという本当の公式アカウントで、投稿されてますんで、よければ皆さんも見てください。ってことで今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。明日12時スタート投票、皆さんモンタに1票よければください。はい、ってことで最後までご視聴ありがとうございました。この辺でね、終わりにしたいと思います。ってことで、ちょっとミクさんのアイコン見てお別れしましょう。このね、青空にタチャンカがうっすらいるって、死んでんじゃねえかっていうね。はい。なんですけど、じゃあこの画面でお別れにしようかな。本当のお別れにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。では、またね、バイバイ。